新丹生は中華人民共和国の画家。陳は1953年に上海で生まれる。父親は関東正代山形出身。小学校卒業の頃はちょうど文化大革命にあたり、中学の美術教師の指導で、あちこちで毛沢東などの国家指導者を描き、その中で油絵を学んでいった。1970年から1978年まで、 上野山下号運動が行われている間、厚生省南部の農村の生産体へ加放される。その間、趣味で絵画を始める。彼は、後に結婚した基礎、ネイの推薦で、一時期、チベットに赴任していた。その際に、豊作の田畑での涙、チベット新聞などの作品を創作し、美術界の注目を集めた。これは、典型的なソビエト式社会主義、 リアリズムスタイルで中国はこのスタイルを革命リアリズムと呼んでいる。1978年に中央美術学院に入学。卒業創作のためにチベットで半年間暮らした後、母と子、町に行く、町に行くに、後派の男、巡礼者、牧羊人、先発女の七野の,の作品からなるチベット組絵を作った。この作品は、 韓族地域の美術史としては芸術を革命リアリズムから19世紀ヨーロッパの古典的リアリズムスタイルに修正する印となった。1980年に修士号取得後、同校で教職に就く。1982年にはアメリカ合衆国に渡り改革、解放後、最も早く海外に出た画家の一人となった。1982年から99年まで、 ニューヨークへ定住。2000年、中国に戻り、聖火大学美術学院の教授、博士課程の教授、陳丹生画質の責任者として招かれた。陳丹生は、中国モダンアートの先駆者の一人。1982年から1999年まで、彼が開催した、油絵回顧展では、作品を通して、自分の心理的変化の過程を示した。 かつて中国の新潮流の代表だった画家であり、思想家である。彼は今では集団に所属する個人を超越し、観念も中国的生活とは大きくかけ離れている。ありがとうございます。